そもそもね、この地球上にね、生命が誕生した理由がアルファ線だからね。そうだよ。実はですね、うん、このレイビレッジもすぐ横にですね、はい、よい温泉っていうのがあります。来る時に看板見たら。見ました、うん。ちなみになんですけども、うん、ここのレイビレッジのよいっていう地区は、はいはい、与える位って書いて良いなんですね。位を与える、じゃあやんごとなき人が何か与えてくれる。そうですね、多分もう王朝がやっぱあったんでしょう、はい、でスザノオってこの地球を任されてますから、うんうん、多分ここで位を与えていた、うん、で良いの旧漢字で与えるっていうので良いなんですよ、うんうんうん、そこに良い神社というのもありまして、あ、神社があるんだ、はい、良い神社はちなみに2000年でございます。2000年の神社って聞いたことありますか？出雲にあるホトフル神社でしたっけ、なんか、まあ、そのくらいしかないんじゃないかな、はいはい、本当に2000年です。で、残ってるのでは何だっけ、うん、1400とかかな、残ってるのでは、うん、でもそこの宮司さんに2000年はあると、うん、間違いなく、うん、で、まあ、この良い神社の、うん、すぐ横にレイビレッジの横に良い温泉があるんですけども、うん、素粒子物理学者である野生先生の横で、こんな話をするのはおこがましいんですけども、ね、僕よくですね、うん、DNA をこう直しますっていう人を見て、うん、そこにアルファ粒子線はあるのかいって言ってたんですね。そこに愛はあるのかいのノリでいつも思うんですけど、はいはい、DNA が組み替わるときには必ずアルファ粒子線、まあ、アルファ崩壊が必要だと思っていて、で昔からですね、まず湯治と呼ばれていた温泉が先生あります、うん、でその頃はそこに行けば万病が治るってことで、もう日本の伝統文化でした当時は、うん、でその後キュウリー夫人という方が出てきて、はい、放射能というものを知ってしまい、はい、で、まあ、本当近世になって、はい、ある人が湯治と言われてた温泉と、ちなみに湯治と言われてない温泉もあるのです、はいはい、ただ湯だけど湯治と呼ばれてなかった湯もいっぱいあるんですよ、はい、で湯治と呼ばれていた温泉の共通点を見たら、うん、必ずラド温泉だったと分かって、うん、じゃあ放射能だよね、うん、でそもそも放射能ってなんで DNA に対して作用するのかっていうのを、うん、まあ、僕もいろいろ調べたんですけども、うん、その理由がですね、うん、まず DNA っていうのは、うん、リン酸基というものがここにラックのようにありますと、うん、リン酸の基ですね、うん、でここに五炭糖っていうのがあって、うん、ここその後にヌクレオシド、うん、A だの C だの G だの T だのっていう文字がある、うん、でこいつ自体が水溶液中でマイナス2の電解で存在していると、うん、で、まあ、先生ご存知アルファ崩壊した時にアルファ粒子線っていうのはですね、はい、プロトンが2つ、はい、要するに電荷が2つです、はい、ヘリウムの原子核、はい、これ電荷2のものが来るとマイナス2のものがちょうどここのラックを外してくれて、はい、文字の組み替えが可能っていうことで、うん、DNA の組み替えをするところには必ずアルファ線が必要なんです、うん、でそれ以外の強い、まあ、ガンマ線だとかありますよね、はい、それはもう単純に DNA を傷つける一方ですけど、はいはい、当たって電子を冷気させて電位を変えるっていう、はいはい、まあ、損傷で修復、うんうん、でちなみに人間の疲れの全ての大元って何かっていうと、うん、人間の細胞って、うん、分裂するじゃないですか、はい、その時に DNA が本当にきれいに書き換わったかなってチェックする機構があるんですよ、うん、細胞周期の中で、はい、そこが一番実はエネルギー使うんです、はい、DNA を一回複製しました、はい、でチェックポイントキーっていうのがあって、はい、本当にきれいにこの DNA がコーディングされてるかっていうのをチェックするのに一番エネルギーが使われていて、疲れっていうのはその部分なんです。その部分で。なので DNA が、はい、そもそもですけども設計図なわけですよ、はい、設計図が元通りであればどんな病気も治るというか、うんうん、だって設計図通りに体制建設が建てるんだからどんな建物も全部一緒じゃないですか、はい、
だから設計図さえ良ければ疲れもないし病気もないっていうことで、うんうん、今でもラドン温泉僕いろいろ行くんですけども、うん、北海道にある二俣ラジウム温泉めっちゃ有名です、うんうん、ここに行くと壁一面にですね病気が治りましたの、うん、今薬機法があるから、うん、言えないから、うん、ああそうか体験者の声がそれはやっていいんで、うん、体験者の声無数に貼ってあるんですけど恐ろしいこと書いてあって、うん、例えば10年前に事故に遭いました、うん、で交通事故でガラスの破片が入ったからで、ねうん、でそれがラドン温泉に入ってるうちに出てきましたって言うんですよ、うん、こんな嘘だって思うんですけどもこの温泉の人に来たらこんなもんじゃないのレベルがあのステージ4のガンガンなるのも当然なんだけど、うん、皮膚病とか、うん、でその時も僕頭パニックで、うん、ガラスが出てくるかアホかとかって思ったんですけども、うんうん、その後あの分子生物学者の、うん先生の読んだら、うん、そもそも細胞ってあの3ヶ月で全変わります全特解なので、はい、ガラスが抜けるっていうのは、うん、設計図を元通りにすれば、うんはい、アルファ粒子線でそうだねもともとありえないものだから排除すればいいだけなのか、うん、だから病気治らないものないなってその瞬間も分かったんですよ、うん、DNA さえ書き換えればいいんだ、うん、でそこにはあの、まあ、ラドンっていう、まあ、アルファ粒子点がとにかく必要であると、うん、で疲れは全部あのその DNA のチェックポイントである、うん、日本中のラドン温泉をマップにしたやつがあるんですけども、うん、昭和のいつだったか分かんないんですが、うん、サルモネラ菌かなんかがあったね、はい、騒動がそういう事件があったせいで、はい、もうアフみたいな事件があったせいで、うんあの法律が変わってしまいまして、うん、もしも温泉をちょっとでも循環させていたら、うん、必ず塩素剤を入れないといけないという法律ができます、うんはい、それによって、日本中のラド温泉の中でも循環させてたやつは塩素剤入れないといけない、うん、塩素剤入れたら、まあ、先生がもうよくご存じ化学記号的に、ね、塩素というものの中和によってアルファ粒子線全部死ぬので、うん、さっきから電子の話していて、うん、国も、はい、国をそれが重要だったのに塩素入れたらもうダメになるんですよ、うんここ塩素入ってないんですよそうか循環型じゃないんだはい源泉かけ流しあと温泉で全国からここに来ております、うん、で僕もここに来るために行くんですけどもああやっぱりで、はいまあ横浜ナンバーとかで来ますよああ横浜から来るんだから意外と元気じゃないかとか思ってるんですけども、はい、結構病気でやっぱりで、まあ、何回も通ってるうちにやっぱり、うん、あのなんですかステージ4が治っただの、うんまあ、いろんなのがあるんですけども中でも一番僕が信頼してるのが、うん、やっぱ疲れの飛び方が半端ないっていうこれは一昨日入った時に来たおじさんが、うんうんうん、ここか淡路島のなんとかっていう温泉しか僕は行かないんだって言って、うん、君ねって言って午前中2回入るだろうと、うん、でランチ食べて午後入るだろうと、うん、これで飛ばない疲れはないって言って、でもそれができるのはここだけなんだよその人が言って、うんああなんとなくわかります僕今アルファ粒子線とこの疲れのことをちょっと調べてたんで、うん、いやそんな中難しいことわかんないけど、うん、おっちゃんが間違いないと証言したよ、うん、まあそれが一番ねそうですね実際やっぱりですかねここで取れなかった疲れなんかすごい労働者なんですけどもどんな疲れでもすぐ飛ぶって言っててすごいね、はい、いやじゃあここに本当に来てここで泊まってこのカフェで食べてでその温泉に浸かればみんないいやんそうもう本当に生まれ変わりが本当にできるね細胞からいやそもそもねその地球上にねあの生命が誕生した理由がアルファ線だからそうですかそうだよあの地球上にねこうまだ原始的な状況でどうやって生命が発生したかっていうのはねいまだあの研究中なんだよで一番有力な説が昔の旧ソビエト連邦のオパーリンっていう生物学者が、まあ、頭の中で考えて、ね、あのそれこそ DNA をシークエンス作るのに塩基を、ね、あのなんだっけチミンとかシトシンとかなんとか、うんはい、あれをずっと並べないかんでしょ、はい、であの塩基をまでは作れるのよあの化学反応で。でその塩基が原始的な地球環境の海の水の中に混ぜ込まれて発生してでそこに雷の電気エネルギーが作用してそれが重合して DNA になっただろうという説がまことしやかにまあ言われてでもそれを実際にこう実験してみるとできないのよ、うん、もう延々未だにやってる人もいると思うけどできないのよ、うんだから雷の電気的な力では無理だ、うん、じゃあどうやって15アミノ酸がね
きちんと重合できる、できたんだと。その DNA の組み換えの時にね、そのアルファ線じゃないとダメっていう。だから、あの塩基を並べて DNA にする時だってアルファ線が必要なわけよ。ああ、なるほど。ね。じゃあどこにアルファ線があったんだと。それをね、ほら、3度死んだ人、なんだっけ、キウチさん、キウチさん、はい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 、彼が最初に死んだ時に見てきたのよ。あの、死んで魂になってやっと慣れて過去にも行けるとか、いうことが分かった時に、彼も一応ね、天文学とかあの学者さんだったから興味を持ってたのが、地球上にどうやって生命が誕生したかの、それを知りたかった。ああ、なるほど。その戻ったのよ、過去に、うん、思いはすぐそこに行けるんだよ、うん、で、そのね、何億年か前か分かんないけど、その生命が海の中にアミノ酸だけでなくって、DNA が発生する重合が起きる現象を求めて海の中のところにずっと行って見てた。そしたら海底の岩の一部からブワーッとアルファ線が出てて、その周囲にあったアミノ酸が重合して、うん、で DNA ができた。で、普通なんで岩からアルファ線がそんなたくさん出るか分かんないでしょ、うんうん、ところが彼は一応天文学者だったから、僕も一応天文学科出てるから知ってるの。今のこの地球とか太陽系とか、今この宇宙に存在する星々は第二世代の星って言って、宇宙が今から138億年前にビッグバンでできて、その時にまずはね、さまざまな、原子融合反応で、核融合反応で水素から始まって、どんどん重いヘリウムが行って、次にリチウムに行って、で最後はもうウラン、ウラン、リチウム、もうでずっと融合して大きくなって、最後は超新星爆発して、その重金属放射性元素をいっぱい含んだやつが爆発して、どの星ももう最後はそういう結末で、だから半分ぐらいいったら70数億年経った頃に、もう宇宙はもう放射のまみれ、放射性の廃棄物だらけの環境になったわけ。もう全部星々が超新星爆発して、で、その放射能まみれの、あの放射性廃棄物だらけが重力でぐる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 回り始めて固まったのが、この第二世代の我々、地球とか太陽とか木星、火星、金星、うんうん、だから地球もできた時は全部放射能をバンバカ出す、あ、そういう意味なんですね、放射能汚染されたものしかなかったんだよ。だから海の中も、海の中の岩も全部放射能出しまくりよ、うん、だからアルファ線もベータ線もガンマ線も出す話、その中でね、やっぱあの水の中やから、ベータ線もあのガンマ線も光だから全然すぐ到達距離短いけど、アルファ線はね、もうすぐそばにある、うん、あの、ね、アミノ酸を重合させてくっつけちゃった、うん、だから生命のもとは実はね、実はアルファ線だ。ああ、今言ってるアルファ線なんだけど。だからね、僕ね、この度福島原発の処理水を薄めて、ね、海に流そうとしてる、うん、僕はね、これ気にしてないんだよ。だってそもそも我々生命の元はアルファ線、つまりあの核汚染物質から出てきてる、そういうもので生まれたものなのよ、我々。で、現にラドン温泉に行って元気になるぐらいなので、こんな話もあるんだよ。アメリカの太平洋岸にある、あそこ、原子力発電所の排水、まあ、流してるわけ、もちろんその汚染物質含まれてるわけや。で、そこにサーファーが、ね、行ってサーフィンしてるわけ、そのこと知らずに、サーファーの間ではそこでサーフィンすると元気になる。おお、
で、なんでなんでって言ったら、あそこに原発があって、うん、だから本当にね、そのラドー温泉の今のね、うんうん、なんだっけ、よい温泉じゃないや、よい温泉、よい温泉です、本当によい温泉なの。そうですよ、うん、体によい温泉、はい、よくて、しかも思想よい温泉なんです。思想って、あの思想なんですかね、思想、ここの市が思想市なんで、思想良い温泉、思想良い温泉、はい、まるで思想がいいような、なんですか、思想ってなんていうかな、いや、まあ、孔子の思想とか、何とかそっちね、いや、お前思想が出てるぞ、いや、そうじゃない、その悪い方じゃないですよ、思想、あのブッダの思想、思想が良い、思想が良い、思想良い、うん、だから実にいいじゃん、そこ、ぜひアルファ線、僕アルファ粒子線って言い方してるけど、あんまりそんな言い方しないんですよ、アルファ粒子とアルファ粒子がぴょんぴょんいってんのをアルファ線と、アルファ粒子線って言い方あんましないんです、あんまり、あのね、重粒子線とは言う、ああ、なるほど、そっか、そっちか、じゃあ、うん、あの、重粒子線って、でっかい原子核を加速して飛ばすのは重粒子線で、アルファ線も、本当は正式に、いや、多分アルファ粒子線っていうのを言えばよかったんだけど、もともと正体が分からない前に名前がアルファ線、ベータ線、ガンマ線ってついちゃったんだよ。ああ、それでアルファ、ベータ、ガンマ、全然性質違うくせに。違うくせに、とにかく順番にアルファ、ベータ、ガンマってつけちゃったんだよ。で、アルファが、ね、原子核で、ベータが電子で、ガンマが光、波長、電磁波、はい、ということに、後で気がついた。まあ、多分バロン安井先生の読者ですから皆さんも頭いいと思うんですけども、あのそんなことない、めちゃくちゃ重たい原子核は自然に崩壊していきます。それはそうですよね、ギュッてやっちゃってるものですから、はいはい、自然に崩壊していく過程で必ず起こるのがアルファ崩壊です、はい、アルファ崩壊っていうのは何かというと、原子核2個分が勝手にポコッと取れてしまう、うん、要するに原子核2個ってことは、水素、水平だからヘリウム、ヘリウムの原子核分ですね、原子核が2個あるものがポコッと出るのを、アルファ粒子と言いますね、アルファ粒子、これが飛んでいくことをじゃあアルファ線って言う、そうです、それがまあ言った通り 2のプラス2の電荷を持っているの で、はい、マイナス2の、電位があるヌクレオチドとちょっと作用、はい、そうです、まさに疲れ取れますので、ぜひぜひ、いや今日はもうアルファ粒子を浴びて、はい、生命の源本源を、ちなみにまあ女性も今日男性もいますけども、うん、もう本当に面白い話していいですか、ここからの話が楽しいんですよ、もうカメラマンが心配だと思うんですけど、予言しましょう、予言しましょう、ある程度もう閉経というんですかね、もうあの月々のあれが終わった方でも、そのアルファ線とかでの温泉入ると妊娠する可能性が、そうなんだ、その話聞きたい、俺全然違ったけど、俺のはただのギャグ、いや僕のただのギャグだったんだよ、ギャグだったとか、いやこの話は聞きたいの、ちょっとこの話後でどうしよう、これめっちゃ聞きたいんだけど、うん、あの普通はですよ、普通の温泉って頭がいいから何をするかっていうと、うん、僕温泉結構回るんですけども、うん、日本中、うん、女と男であの毎日こうやって入れ替えます、女湯男湯、はい、もちろんこれは当然です、でも、うん、入れ替えられない場所がありますよね、温泉によってはもうずっと一緒なのがあるんですね、はいはいはい、で、まあ、北海道とかでもあるんですけども、うん、そういう場合って、うん、女湯と男湯、うん、どっちをよりいい、例えば山の景色がいいとか、うん、街だったらどっちにするかって必ず女をいいところにするんです、で、はい、その理由はなぜかっていうと、はい、女の方が出た後にみんなに SNS でこれ良かったわよって口コミするから宣伝になる、はい、おっさんたち自分のものだけにしようとするから、はい、男湯を良くする必要なんてないので、これはもうセオリーです、はい、どこの温泉って女湯の方がいいんですよ、はい、ところが、はい、ここの良い温泉たら、はい、まあ、スサノオの地場なかなのか知らないんですけども、はいはい、男湯だけ未だに露天風呂があり、女湯の露天風呂は閉鎖しているっていう男女差別がありまして、おあの、まあ、男湯にはあの外に露天風呂、女湯ないんでしょ、入ったことない、女湯にはないっていう、もともとあったんでしょうけど、うん、だからだったら普通はもう逆にしてしまって、はい、女湯だけ良くすればいいのに、うん、なぜか知らないけど未だに男湯だけが露天風呂付きで、女湯入ったことないんですけど、男湯には露天風呂があって、うん、その横に源泉が出てる、うん、あ飲めるの、僕は飲みました、うん、ただ1日目飲んで、うん、あ気持ちよかったんですけど、うん、2日目ですね、僕このくらい飲んじゃって、はいはい、下痢しました、あすごい、なるほどね、はい、あのちょっとさすがにアルファ線ここに、うん、こんだけパーってダメなんでしょう、うん、だちょっと飲むんやで、さっき僕に疲れここしか取れないよって言ったおじさんが、うん、そう飲めって言ったんですよ、うん、で最初はちょこっと飲んで、うん、いけたもんで、うん、2日目めっちゃ飲んだらちょっと下痢しちゃったんですよ、うん、なるほどね、男湯だけがいいという
で、まあ、多分その地場の人たちが、できる限りここがあの何だって言わないっていう性質から、この潜在的にこういうのを広めたくない、温泉を広めたくないとか、そういうあれでこうなってるんじゃないかって分析した、ここの先生。なるほどね。先生、じゃあ教えてください。なんで妊娠する可能性があるんですか。もうめちゃくちゃそれしか聞きたくない、さっきから。もあ、本当、はい、外務省でレクチャーがありました。必ず子供ができますから気をつけてください。言われていいんだけど、もう閉経だし、絶対生まれる可能性も私の場合はないからと思って言ったら生まれちゃった。で、ということで皆さん、矢瀬先生のですね、こういう面白い話、精子がなくても、妊娠するだろう、外務省がその根拠があるだろう、こんなすごいことをですね、矢瀬先生はもう、はい。教えて、しかも日本で一番のですね、量子力学のですね、トップを走っている先生ですから、根拠もちゃんとしっかりしているということで、2023年8月13日もう来月のことですけども、というかもう何週間後、しかもですね、僕がですね、うかうかしているうちにですね、もう残り席わずかということで、矢瀬先生と、福茶さんと、はい、僕でですね、どんな話が出るかはもう当日、はい、当日しか、ね、言えないし、もらわないと、そうですね。しかもね、現場に来ていただいて、参加していただいて、同じ空間を共有することで伝わるものがあるんです。しかもこれを見たらもうすぐ売り切れちゃうと思いますので、早めにお申し込みください。先生、今日は遠いところまでわざわざ、ありがとうございます。どこもないです。2日間も面白いです。